皆さんこんにちはメディアウォッチャーの笠子と申します五体不満足の音武氏が参議院選挙落選確実ということでまあ、無所属で東京選挙区に出る無謀ということでこれこれだけの知名度とまあこれだけのあっ 党圧倒的弱者ということを利用できるキャラがあるのであれば、ですねまああの親和性なりそうなねあの弱者を売りにしている障害者を売りにしている例えば、令和か、もしくはですね、えー、自民党あたりから所属して出れば、これだけの知名度があれば当選できたかもしれないのに、まあ無所属で東京選挙区に乗り込むっていうこと自体がまあ選挙を当選できなかったまあ大失敗かなというところです。まあももちろん本人もですね 当選するのはかなり厳しいということを考えてはいたようですけれども、まあ、とはいえ出るのであればですね、やっぱりあの当選を狙って出るべきで、まあ、本当に政治に関わりたいと思うのであれば、仮に無所属で参議院で1議席取ったところで何 でできないですからねいやそれだったら令和でもいいし、まあ、自民でもいいし、まあ、もちろんその別にの他の政党でもいいですけれども圧倒的知名度があるのですからしかも、えー、障害者という日本はそういうのに非常に弱いですからね、えー、やっぱりそういうねなんかあのご体不満足な感じって同情票が集まりやすいので。 いかにも弱者代表、本当は弱者じゃなくても弱者代表に見えるので、えー、まあ、あのね、どこかに所属すれば、えー、非常に可能性はあったのかなというところで、私はおだけし、えー、個人的には別にあの、全然好きではありませんけれども、えー、銀座のレストラン騒動の時に、 銀座のレストランに直接取材に行ってオーナーに話を聞いてあの現場も見てこんな無謀なところで運べとかって言っているとんでもないやつは誰だ音竹しかみたいな話ですから、えー、私は音竹氏は別に当選してほしいとは思いませんけれどもでもとこれだけのキャラとこれだけの知名度があるのであればどこかに所属すれば。 ねえ、ちゃんと、そうしたら、えー、当選もして、自分なりの意見なりを、まあ、言えたんじゃないかなということで、まあ、当然の結果、まあ、もちろん本人も、まあ、それを確保していたとはいえですね、えーまあ、私、令和を結構しているので、別に令和から出てほしくはないんですけど、令和はね、わりとあの障害を持っている方を送り込んでるじゃないですか。そこで令和っていうそのブランド力と、例えば乙武氏と障害弱者みたいなのが加われば、 結構いい線いったかもしれませんし、まあ、あの自民党で、ね、東京選挙区とんでもない無名の無名じゃなくてのあの無能と言っちゃいけませんけれども知識政治に知識のない元アイドルがを自民候補にするぐらいだったらこういう方を、ね、あの自民候補にしたらあ結構取れたんじゃないかなむしろその、ね、山本太郎との激戦の中で、えー、最後の6議席目 ね、あの、アイドル出すよりも良かったんじゃないかなみたいなことにもなりがねないので、まあ本当にどこかに所属して出れば、まあ本当にあの政治に関わりたいならですけれどもね、えー、出せば良かったんじゃないかなということで、私個人的には乙武氏は好きではありませんし、えー、前回、あの、埼玉県議会ですかね、あのー、えー、ちょっと議員がなんかあの、 居住実態の,のない議員が出て、それについて乙武氏にツイートしたら、いや、これおかしいんじゃないですかってツイートしたら、即ブロックするような人間ですので、全然弱者ではありませんから、あれなんですけど、いや、戦い方を間違わなければ、勝てる候補だったんじゃないかなということで、まあ、非常にもったいないかなという分析です。